暗い話題が多い中、心温まるニュースです。心温まるのかな。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ちょっと来てもらえますか。はい、ん、子供が成長したんかですね。カクラが一人前に成長しました。うんうん、カクラちゃん、この子の成長のために旅に出すか、マンションに一人暮らしさせようと思います。マンションは一箇所だけ開けとったんかな。多分もう一人成長する子がおると思うけど、一人暮らしさせる。はい、そうですよね、それがいいと思っていました。うんうん、カクラは稲島の住人として正式に登録します。 OK、 今日からお世話になります。いや、こちらこそ。え、てかあれよね、なんかネット 3DS のさ、オンラインがなくなるやんか。それっていうのは旅立ったミーとかはどうなるん？終了するよね、オンライン。あの辺はもう戻ってこんくなるってこと？最近もう全然戻ってきてないけどな。誰も。一応まだ終了してないよね。なるかちゃん。この子の成長のために旅に出すか、マンションに一人暮らしさせようと思います。もう一箇所空いとったっけ？とりあえず一人暮らし。あ、やね。うんうんうん、保留だ保留だ。はい。誰かが引っ越すまで少し待つことにします。了解です。はい、それじゃあマンション見てこう。これは喧嘩か？あ、ではなさそう。ごめん、めっちゃ見ちゃった。こけたとこ見た。着物やけんね。しょうがない、しょうがない。1ヶ月もどこに行ってたんですか？そんなに経った？まあ、確かに今回は結構間が空いたような気はしているけども。マコノに友達になってほしいと言われたのですが。ふんふん。いいんじゃないでしょうか。では、ちょっと話をしてきます。いってらっしゃい。お、お互いに着物？まさかの。それびっくりするよね。え？しかもあれよね、同じタイプの着物よね。まあ色違いやけど。何？新年ですか今。うまくいきました。やったね。友達になりました。なんなら新年というか年末の方が。近いけども、現実では実用品お風呂セットをもらいました。ありがとう。またあれやんね、年末からの、年末からのクリスマスからの年越しっていう、うん、楽しい時期がやってきたね。雰囲気だけでもめっちゃ楽しめるやつ。はい、いくらどうぞ。はいはい、特に何があるっていうわけじゃない、普通に日常生活を送るようやけどね。なんか楽しいよね。普通にテレビ見よるだけでもなんか特番とかいろいろ組まれるしね。はい、そして、お、ここは喧嘩なのね、ミネットさん。腹が立つことがありました。どうした、相手は誰だ。ヨミちゃんと喧嘩しました。ふんふん、腹が立ちます。ヨミちゃん、仲直りしてください。じゃあこのイライラを沈めてください。あ、とりあえずクッキーで、クッキーでご機嫌が直る。はい、どうぞ。いただきます。どうすか。よし、いいね。いいね、いいね。てかな、3DS とか DS とかね、私だいぶ好きなゲームとかいろいろあるんやけど、もう完璧に、あれ？なんていうん、
携帯用ゲーム機というか持ち歩き用のゲーム機はスイッチに完全に移行する感じか。まあね、3DS のソフト自体はもうとっくに出んなっとるわけやけど。この間はごめんなさい。でも思うんやけど、スイッチはさ、持ち歩くにはでかいと思うよね。いや、昔のが 3DS までがすごいコンパクトやったけんかもしれんけど、めっちゃなんかでかく感じるんやけど。仲直り成功。やったね。うまくいきました。ありがとうございます。まあでも割と、小学生とかね、スイッチ、外でしよる子とか、まあまあ見かけるけど、飲食店とかで。はい、車の T シャツ、どうぞ。まああれか、今の子的には、スイッチの持ち歩き、まあそれが普通なんか。いつもありがとうございます。てか重くない？重さ的にも重い気がするんよね、なんか。お宝、金貨をもらいました。ありがとう。これにこれもあげます。はいはい。持ち歩きは持ち歩きでライトやったりするんかな。そっちの方やったら軽い？ライトの方持ってないけんよくわからんねえけど。実用品使い捨てカメラをもらいました。ありがとう。まあ、でもライトっていうぐらいやけん、だいぶ軽量化されとんやろ？そういうことじゃないんかな。でもコンパクトなんよね、多少は。なんか見た目が可愛いなっていうのは思いよった。スイッチライト、なんかめっちゃカラフルじゃない？色の展開が。さっき入ったばっかりのかくらちゃん、ちょっといろいろ周り整えていこうや。かくらでございます。負けず嫌い、そういう感じね。いや、いいと思う、いいと思う。強い女の子だったら満足するタイプです。わかる、めちゃくちゃわかる。てかもう本屋さんでうろうろして、そう、買うとこがピークなんかな。いや、読んだら読んだで面白いんやけどね、もちろん。もちろん面白いんやけど。学校給食どうぞ。いただきます。いや、でも罪本めちゃくちゃいっぱいあるんだ。めちゃくちゃ、あんまり美味しくなかった、マジで。まあ、給食って言ってもいろいろあるもんな。だからね、常にさ、この積み本が10冊以上あるように、まあ、自分で調節しとるっていうのもあるんやけど、なんかね、この先の楽しみがいっぱいあるって、なんかパッと見て思うけん。はい、小花柄のキャミワンピ、どうぞ。積み本が10冊切ったらね、また10冊以上あるように調節して買ってしまうんやけど、あまり気に入らなかった。なんだ、何もかも何もかも。あれだね、いろいろと全てはっきり言う感じですね。業界人スタイル。どう？新しいインテリアもありがとうございます。お、これは気に入ってくれた。よかったよかった。とてもいいインテリアで気に入りました。なるほど、結構あれか、大人っぽい感じが好きなタイプね。見ていきましょう。じゃあやっぱりこういう小花柄のキャミワンピーとかキャピキャピした感じじゃなくって、もうちょっと大人の女みたいな感じがいいタイプですか。良さそう、よかったよかった。なんか最近テレビ持ってない人めっちゃ多いっていうよね。私この間一緒にシフトに入っとった人がさ、なんか周りの子みんなテレビ持ってないですみたいなん言った。びっくりしたもん。しかもテレビ持ってないっていうけんさ、スマホとかタブレットで見るんかなって思ったら、それも違うって言われて。何って言ったんやっけ。はい、さっちゃん入ります。プロジェクターって言った。やばいね、おしゃれやね。でもなんかちゃんとした色味でがっつり見たくない？はい、遊びましょう。なんかぼやーって映るイメージがあるんやけど、プロジェクターって。はい、キャッチ。ミーが落とすアイテムをキャッチできればあなたのものを床に落とせたら失敗です。はい、スタート。かわいい。取る。おいおいさ、来い。うっし、ナイス。こういう置物もなんか昔ね、結構あったような気がするけど、最近そんな見かけんな。アユナのとっくりさんのものです。受け取ってください。よし、受け取っていきます。お宝、ガラス細工をもらいました。ありがとう。
とおしゃべりしたい気分です。誰かとおしゃべりいっぱいしましょう。ウニどうぞ。なんか今年さ、めちゃくちゃあのホタテが余っとるみたいなこと言わんかったっけ。でもあれか、生のホタテじゃなくてなんか冷凍のホタテもなんかいっぱい食べてほしいみたいなに言ったような気がする。違うかな。なんかいつもより5粒ぐらい多めに食べていただければみたいな。はい、みんなに募金を募ります。冷凍のホタテってそんな買わんような気がするな。まだ生の方が買うよね、買うとしたら。今日は 27,100 円集まりました。ありがとう。ホタテか、美味しいよね、バターで炒めて。はい、それじゃあ待って、先にメニュース見とくか。メニュース見てから夜市行こう。メニュースをお伝えします。お願いします。暗い話題が多い中、心温まるニュースです。心温まるのかな。いや怖いけどな、めちゃくちゃ。ずっと空を見上げたところ、雲がミュータンの顔に見えた。ここまではっきり見えたら怖いけどな。空の上のミュータンに頑張れと言われているような気がして空の上のミュータン、お亡くなりになったみたいな感じで言わないでくれ。ちなみに雲で登場したミュータンが今も県外です。うん、ですよね。マジのミーに聞きました。ときめきました。ときめいたの。そんな話みんな知ってると思ってました。はい、こじのみニュース。なんか窓の外めちゃくちゃ赤いな。でもたまにこれぐらいのさ色になる時あることない？なんか外の風景、この世の終わりかなって思うもん。なんかなんか外に景色に色がつきすぎて。わかる？めっちゃなんか全体がさ黄色くなっとる時とか赤くなっとる時とかあるよね。お客さん、はい、それじゃあ夜市早く来ないと言っちゃうよ。どこにですか？店じまいってこと？買います。福袋一つください。はい、それじゃあ一つ目の中身は、お、インテリア北欧モダンスタイルが入っていました。いいねいいね。そして二つ目の中身、お宝縄跳びが入っていました。縄跳び最後にやったのいつだ、小学生か。三つ目の中身、小学生、中学校はまだあったんかな、ないかさすがに。食べ物、コーヒーが入っていました。ありがとう、また来てね。ぜひ。まあ、北欧モダンスタイルやったっけ。あれが入っとったけん、まあ当たりかな。はい、それじゃあ、お、コウボンちゃん入ります。遊びましょう遊びましょう遊びましょう、ルンルンやね。ミーシルエットクイズ、シルエットで表示されたミーは誰なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。はい、スタート。第1問、ででん、このシルエットは誰でしょう。クマちゃんね、コウボンちゃん台に上がるにしてはちょっとでかい気がするな。なんか上めっちゃ切れとるよね。足を収めるより頭を収めた方が良かったんじゃないか。ランくん、よしよし。お、全問正解いくか。最終問題、ででん、せつなさん。お、今回割と簡単やった。最近ミー系のクイズあんま正解せんかったけど、ちょっとね感覚が空いてきたけんさ、割とこうこの島で生まれた子たちとかは特にね、あんまり覚えきれてないっていう。一番小さいの、お宝松ぼっくりをもらいました。ありがとう。もうすぐあれやん、まあまだ来月の話やけど、クリスマスがやってくるけんさ、また松ぼっくりが大活躍する季節がやってくるんやねん。きつねうどんどうぞ。いただき
でも今年あんまり松ぼっくり落ちてるの見てない気がするな。あれは秋のうちに拾ってクリスマスに使う感じ？なんかさすがにあんま寒くなってきたらさ落ちてないよね、松ぼっくりって。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。これオンラインがさ、まあ、なんかなくなることによって何かしら支障が出てきたりするんかな。いやでも別にオンライン的なこと今は特にしてないけん、あれか、別に旅にも出してないしね。